肉体の学校は、三島幸夫の長編小説。戦後起きに不幸な結婚生活と決別し、貪欲に恋愛を謳歌する、元家族の女性が、野性的で純粋な日本の男性を追い求める、恋愛物語。同じ境遇の3人のゴージャスな39歳の、独身女性たちが、お互いの情事や男の品定めの話題に、盛り上がるという娯楽的な面の中にも、 恋愛における微妙な心理や移り変わる時代の社会階級を背景にヒロインの気高さが爽快に描かれている。1963年雑誌マドモアゼル1月号から12月号に連載され、翌年1964年2月15日に集英社より単行本刊行された。文庫版は1979年3月30日に集英社文庫。 1992年6月22日に、ちく文庫で刊行された。翻訳版は、フランス、中国などで行われている。1965年2月14日に、岸田京子主演で映画も封切られた。フランスでは1998年11月18日に、イザベル・ユペール主演で映画化された。39歳の浅野太鼓は、戦前は家族で、 男爵夫人であったが、戦後は、変態的な夫と別れ、麻布の流土町に、要塞店を開き成功していた。太子の友人には、彼女同様、上流階級の体裁だけの暗い結婚生活と、決別した川本鈴子と松井信子がいた。三人は、霊場時代からの友達同士で、若かりし、頃から、密かに遊び人であった。離婚後、 川本鈴子はレストランを経営し、松井信子は映画批評や復職批評の仕事をしていた。三人は月に一回、霊界の夕食会を持ち、お互いの恋愛や常時について明け付けに報告し合った。三人の行きつけの店の一つのピアノバーの主人、貝塚は、彼女たちと二十年越しの友達で、この霊界を、豊島とかけて、豊島園と呼んでからかっていた。美しい太鼓は、 西洋人からも声をかけられることが多かったが、彼らの誘惑には決して乗らず、太鼓は日本の若い男の無表情に動物的な美しさを感じていた。1月の霊界で鈴子が池袋のゲーバー、ヒアンシンスに素敵なバーテンダーがいると報告し、3人はそこへ行ってみた。カウンターには彫像のような横顔と凛々しい首の男らしい美男がいた。 みんなにセンちゃんと呼ばれているそのバーテンダー、千吉に太鼓は一目惚れをし、店に一人で通うようになった。ゲイボーイ、テルコは、センちゃんは、お金を出せば、後腐れなく、誰とでも寝るから任せて、と、親切とも嫉妬とも取れる千吉への陰口を囁いたが、太鼓は特に気にならなかった。太鼓は、無口で機敏に働く孤独な影のある千吉に、惹かれていた。 ケール子によると、21歳の千吉は、R 大学の学生だが、父親の経営していた町工場が倒産し、父が母と妹2人を連れ千葉の田舎へ引っ込んだのを機に、自活し学費のため身入りのいいバイトをしているのだという、高校時代はボクシングをしていたらしい。タ子と千吉の2月の初めてのデートでは、エレガントな服装で待つ太エ子に対し、 千吉は下手に汚いジーパン姿で、バーテンダーの時と印象とは違い、口の利き方も下品で太鼓を失望させたが、酔った勢いで男性としての自分の惨めさを、憤慨して話す千吉に、太鼓は同情と友情を感じた。突然キスをされた太鼓は次のデートに誘い、貧乏な千吉に合わせて、今度は地味な格好で出向いたが、千吉は素敵なスーツで待っていた。千吉は、 ゲーバーの客から自然に教わっていたマナーで、フランス料理のメニューを読み、時頃の威厳を持っていた。不尊な動物のような千吉に惹かれ、太鼓は彼と結ばれ、この新しい恋を3月の土島園で鈴子と信子に報告する。太鼓はゲーバーの男ママに手切れ金を渡し、千吉にバーテンダー家業を辞め、千吉を真面目な大学生に戻してやり、 カタの職に就かせるために経営学の勉強の手助けをした。さらに、太エの要塞店の顧客である戦後成りの室町秀子という人物の夫が営む繊維会社に仙吉の就職口を世話しようと考える。4月10日、来日したイブサンローランの事前ファッションショーが帝国ホテル新館で開かれ、太古は仙吉を自分の老いとして室町夫人とその霊場。 里子に紹介した。5月から千吉は太鼓のアパートに同棲するようになった。それは恋多きい太子でも例外的なことだった。千吉は自由を縛らないという条件をつけたが、徐々に太鼓は千吉の外泊行動に嫉妬心に苛まれるようになる。二人で熱海へ旅行に行った際、千吉から別れを切り出されるような予感に苦しんだ。太鼓は、 これからも二人で一緒に暮らしてゆく代わりに、お互い浮気をしても干渉せず、浮気相手を紹介し公認し合う自由な関係にしようと提案した。6月の、豊島園で太鼓は、友人二人に相談し、50歳の政治家、平俊信としと二三度浮気をした。夏の間、千吉は、友達の別荘に誘われていると称して出かけることが多かった。夏も終わり、太鼓と千吉は、 お互いの浮気相手を第三者と称して紹介し合うことになった。高級加工店で政治家の歳信と太鼓が待っているところへ、千吉が室町里子を連れてやってきた。イブ・サンローランのファッションショーの後、千吉は、里子の誘いを受け、交際を始めていたのだった。小馬鹿にして満足の微笑を称える千吉に太鼓は怒りに震えたが、その場は、 なんとか冷静に振る舞った。千吉はずうずうしくも、妙子の前で、平と忍に、佐藤子との結婚のなコードを頼んだ。アパートに帰った妙子は一人になると、心置きなく泣いた。千吉は、妙子が、実は、おばではなく同性し、養われているのだということを正直に言うことにより、逆に真面目なく学生を装い、うまく、室町家に取り入っていたのだった。室町夫人は、 千吉を太鼓の養子という形で、名門級家族の朝野家へ入籍させてから、自分の家に婿に迎えたいという申し出をしてきた。太鼓は、その厚かましさに呆れ、滑稽にも思えた。千吉が、理主義で出世しようとしていることが分かった太鼓は、恋を奪われたという感慨はなかったが、このままでは、虫が収まらず、芸防イの友達、テルコに救いを求め、全部打ち明けた。 テルコは、太古を裏切った千吉をなじり、千吉が談笑をしていた時の、醜い男との性行為の最中の写真とネガを、切り札として渡してくれた。千吉に裏切られたことがあるテルコは、ネガを千吉への復讐に使うならタダであげるが、もしも仏心を出して焼き捨てるなら50万円いただくと、言った。タエはもちろん復讐に使うつもりだったが、行為に甘えて、タダでもらうより、 口を果てた自分の自尊心を救うための虚栄で金を払おうとした。しかしテルコはそれを素直に受け取ってしまい、50万円なんて嘘よ。ただでいいのよと感動の涙を流した。タ鼓コはテルコの純粋な涙に打たれ、自分の中にも残る醜いブルジョアの虚栄心を自己嫌悪した。アパートにいた千吉をタ鼓コは切り札の写真で脅してみた。セ吉は老媒し、 俺の人生をめちゃくちゃにしないでくれと、土下座し、自分は冷淡で、情熱を持たずに、汚い手を使ってでも貧乏から脱出して、金持ちになるんだと、いろいろご宅を並べ、妙子に懇願した。その青臭い、余ったれた、人生観は、どこにでもいる、怠け者の青二歳の哲学と同じで、千吉の値打ちを無残にも引き下げていた。それは、何の重声も持たぬ、ただの俗物だった。 太エの恋の幻はすっかり消え、お情けで写真を燃やしてやった。太エは、千吉と養子縁組をする約束もしてやったが、もうここへ二度と来るなと千吉に別れを告げた。11月の、豊島まえは趣向を変え、太エの提案で、向こうが丘遊園地へピクニックに行った。小春日和に太古は、すっかりほがらかになり、三人はウォーターシュートに乗った。 加速度で落ちるボートの水しぶきを浴び、今私たち何かを通り抜けたでしょう。ちょうど、あんな気持ちよと怖がらない太鼓に、意味がよくわからず、信子があなたって勇敢ねと感心すると、そりゃそうだわ。私はもう学校を卒業したんだもの、と太鼓は答えるのだった。肉体の学校は、三島作品の中では、娯楽的恋愛エンタメで、主人公の魅力も、 相まっておおむね好評のものとなっている。本格的な論考はほとんどないが、三島文学に見られる二元的な構図がベースになっているものとして言及されているものもある。奥野竹雄は、終章において遊園地でウォーターシューターに乗った太鼓が言う、今私たち何かを通り抜けたでしょうという言葉は前編を見事に象徴しているとし、爽やかな決然たるこの週末は、 このエンターテイメントと芸術作品に昇華していると解説している。そして肉体の学校はため息の出るような美と健怠と恋愛の正気味良い心理描写に見せられた多くの三島ファンを裏切らないとし美徳のよろめきに匹敵する華やかに楽しい小説だと評している。川村湊はスタンダールの赤と黒に代表的に見られるように階級感の恋は 近代小説で好まれる主題であり、三島のロマンの基本主題も身分を超えた愛が多くあることに触れつつ、通俗的なストーリーを通俗的に書くことによって、三島がそうした大衆社会にある本質的に俗なる文芸ジャンルである小説に復習しようとしたと考察している。巨広氏は三島が我々の二元論的思考の白弱は両性の対立を扱った。 近代文学の傑作がほとんど解無である点からも思考されようと日本人に二元論的思考が薄いことを指摘した文を引きつつ肉体の学校も三島文学に見られる二元的構図をベースにしていることに言及し細やかな女性の心理が軸になっている点に違いがあるものの階級感の濃い男女間の心理的な駆け引き年上女と年下男との不倫 日常における非日常的な人間関係といった近畿と類似したテーマが盛り込まれていると解説している。肉体の学校スタッフキャスト、肉体の学校 L、エコールデラチアカラー1時間45分。スタッフキャストは原作に該当する人物。ありがとうございます。